今回紹介するのは、世界史の中の昭和史という本です。昭和史を世界視点で見ると何が見えてくるのかヒトラーとスターリンとルーズベルトが動かした戦前日本の盲点とは未来の戦争を避けるために必読の半動昭和史三部作完結編著者は1930年生まれの作家であり、 昭和史に関するる多くの著作がある昭和に関しては、昭和史1926-1945および昭和史1945-1989いずれも平凡者がある。著者の昭和史は、戦前の多くの軍人や政治家へのインタビューや資料のほか、少年時代の経験にも基づいており、興味深く読むことができた。本書は 両とは、一点視点を変えて、世界史から昭和史を検証したものである。世界史の中で同時多発的にドイツと日本という当時のファシズム国家が戦争に向かっていった理由がよくわかる本書で主に注目するのはスターリンのソ連とヒトラーのドイツがいかにヨーロッパ情勢に影響を与えたかであるまた スターーリンとヒトラーの隠された戦略を読む能力のないお人よしの日本の政治家や軍人たちがいかに世界情勢を読み損ねたかを歴史上の重大事件を追いながら詳しく記述している日本の政治家や軍人たちは世界情勢を読み損ねたばかりでなく 野郎時代のご都合主義の解釈で少しずつ戦争へと歩み続けたのである日中戦争を本格化させた時期には既に後戻りできなくなり日本の国際的孤立と並行して対米戦争への道はもはやまっしぐらであったのだ日本の政治家や軍人たちの 国際情勢音痴は極めて根深いものがある島国根性が骨の髄まで染み込んでいて外交はいかに相手を騙すかであるということが皆目理解できていないようだ本書は詳しく述べた昭和史の教訓と帯にある戦争への盲点とはまさにこの点ではないだろうかごく最近で言えば 安倍政権の外交がことごとく失敗していることは昭和史の教訓から全く学んでいないことの少佐である対中・対韓関係の悪化対北朝鮮政策における完全孤立ロシアとの北方領土交渉の失敗対米貿易における失敗等々膨大な税金を世界中にばらまいた結果がこのありさまであるから何をか言わんや。 である森友学園で大揺れの財務省だけではなく元外交官の里馬悟氏が評するように最近の外務省は完全崩壊している愚かな指導者が国を滅ぼすことは昔も今も変わらないと短足が出るばかりである以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。